皆さんこんこにちは今日はプロテインについてちょっとお話ししていきたいと思います。で今日の内容っていうのがプロテインの選び方について、えー、僕なりの、えー、見解で話していきたいと思いますで。まずそもそもプロテインどうして取るのかっていうとタンパク質の補給これがメインの目的です。 で、ここで気をつけてほしいのが、プロテイン絶対取らないといけないっていうものではなくて、あくまで健康補助食品、補助を目的としたものになってるんで、まあ、サプリメント全般そうなんですけど、決してこのプロテインがメインであるとか、えー、プロテインが大事とか、そういうことではなくて、何が言いたいかっていうと、リアルフードでしっかりタンパク質取れてたら、別にプロテインの、まあ、あのパウダーの飲むプロテインは必要ないです。ただなぜ取ってるかっているかとどううどしても タンパク質っていうのは普段生活してる中で意識して取っていかないとなかなか一日に必要なたんぱく質量っていうのを確保できないんでなのでその食事で摂ってるタンパク質を補うさらに補う足りない分を補うっていう意味でみんなああいうプロテインドリンクっていうのを飲んでますなのでリアルフード固形物ですね固形物でしっかり タンパク質摂取できてたら、えー、プロテインっていうのは別にここからはプロテインを取ることによるメリットについて解説していくんですけど。<music> ここで言うプロテインっていうのはこのドリンクのプロテインと思ってもらえればいいです。どうして取るかっていうとトレーニング後、えー、すぐにタンパク質を補給したい時に、えー、なかなか、まあ、その肉を焼くとか魚を調理するとか、えー、そういうのはできないんでなので手軽に、まあ、水で溶くだけで摂取できるプロテイン を飲む。まあ、それが一番手っ取り早いんで、えー、みんなああいうプロテインを飲んでると本当そこだけだと思いますあとはまあ味の種類も今すごい豊富にあるんで、まあ、好きなフレーバー特にまあ減量してる人とかっていうのはなかなかその甘いものを、えー、取る機会っていうのが少ない、まあ、我慢していることが多いんで、まあ、ちょっとでもそういう甘みを感じられるプロテインっていうのを選ぶ、まあ、そういう理由がありますここから今日の本題のプロテインの選び方についてなんですけど まあ僕の意見なんですけどもう結論これは、えー、味と値段ででで選んでもらえればいいですどこのメーカーがいいとかどこの成分が優秀とか、まあ、気にする人は気にするんですけどもう8割ぐらいのプロテインまあ今店頭とかネットで売ってるプロテインっていうのは中身とかはほとんど一緒なんでもうここは本当に味と値段で 選んででもらえれば大丈夫です、まあ、僕も海外製のものであるとか、えー、国産のものであるとかいろいろ試してきたんですけどやっぱりおいしくないプロテインとかあとはダマ、えー、シェイクした時にダマができやすいプロテインとか。 そういういいもものはくくら安くてもやっぱり僕個人的には続かなかったんで味のの再現性が高いいプロテインっていうのをえ今は飲んでます、まあ、あとは国産のものとかえまあそういうのもとったりはしてるんですけど僕の場合選ぶ基準っていうのは味そして続けていけるかどうか飲んでて飽きないかどうかっていうのが僕の中でのえプロテインを選ぶ基準になってるんでもう本当に味と値段であとはえ続けれるかどうか飽きが来ないかどうか。 その辺をプロテインを選ぶ参考にしてもらえればいいかなと思います。でまあクイックフィットでは僕が今まで飲んできた中で続けやすかったりかつ、えー、値段もそこまで高価格帯のものじゃないリーズナブルな、えー、価格のプロテインっていうのも取り扱ってるんで、まあ、気になる人は一回店舗に問い合わせてもらえればいいかなと思います。これが、えー、プロテインを 選ぶ基準、まあ、プロテインの選び方僕なりの選び方になってます何度も言うんですけど決してこのプロテインを飲むことが、えー、すごく大事ではなくてまずは大元の、えー、食事固形物これをしっかり意識していくのが、えー、大事になっていきます、まあ、リアルフードでしっかりタンパク質を摂取して、えー、それでも足りない分はプロテインで補うとなのでここ、えー、履き違えないように逆にプロテインだけを飲んでたら一日に必要な タンパク質を摂取できるかっていうとまたそういうわけでもないんで、まあ、その辺のプロテイン自体の、まあ、細かい突っ込んだとこっていうのはまた、えー、別の機会にこのチャンネルで動画にしていきたいと思うんで、えー、皆さんもし興味があればいいねチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バイバイイ。